さんがもみちゃんに甘えてます。下手くしょー。こっちが椿、中に逃げたのがせいちゃん。いつもは椿やられる立場なのにね。 椿じゃないよ、これさんちゃんだ。椿あそこおるわ。顔黒い、ひるひる泣きおる。あ、お水、あ、足突っ込んだ。子供、水穂、水を飲もうとしてるのか、向こう側に行きたいのか。行くな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 。かりんママ来た。ピュアちゃん、かりんちゃん、もうそろそろ電池切れる頃だと思うんだけど、電池切れないね。あれ？ゴンベさん、これかじるとこ違うよ、ゴンベさん。うん、お母ちゃんの出てきた、お母ちゃんおった、お母ちゃんおった。よちよち、うれちうれち、なあ、よちよち、かわいいかわいい。うん、さくら、そんなこと、子供とせらうな。子供とせらうな。よいしょ。よう走るな、箱。ゴンベさんずっと泣きおる。ビワ、ビワちゃん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 、ああいい、ビワちゃん、ビワちゃん、ビワちゃん、ビワ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 、ビワちゃんビワちゃんビワちゃん、いいことにしようか。そろそろケージに戻そうかね。と思ったら可愛いな。あんたらほんまよう歩くようになったよな、ここ二日で。歩くの下手だけど。ビアちゃん、おケツを振りながら歩くからバランス悪いんだと思うよ。ベッドへのど登ろうとしたのかね。ベッドに登ろうとしたのか。お花ぶつけちゃった。ちなみにせいちゃんは自分で上がってきた。椿も自分で上がってきた。この人らベッドの上大好きだから。ん？椿がなんかしょったぞ。見たかった。椿、ママおるで。ちょっと話してくださいよ。椿、あそこママおるで。みんなママと遊びおるで。見てごらん。つばきボケーっと、つばき超ボケーっとしてる。つばきもちょっと羽生えてるんだね。ここにこっち側ないけど、羽がずれちゃった。もうちょっと上にあったらね、ミルフィーみたいだったのにね。いったいった。だと思ったら通り過ぎたで、みずほ。
ちる落ちる落ちる。もうケージ入れようかな。結構お疲れきてると思うじゃん、あのちびっ子たちは。ぼんやりしてるもん、みずほなんか。ピアちゃんもうちょっと元気やな。ヒミリンがああやってカキカキしてることは、娘たちだけ、家族だけになりたいんだよね。うん。もともと狼の時は、穴掘ってそこに子供と住んでましたから、自分の場所を作ろうとして、ああいうカシカシ行動が出るんざんすよね。ちなみに、うちの膝には、1、2、3匹今おります。